どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。今回はですね、アメリカの有名なオーディション番組アメリカズガッツタレントで、素晴らしいパフォーマンスを見せてくれて、その後デビューしたというすごい経歴を持つ少女のグレイス・バンダーウォールという女性のね、女の子の曲で I don't know my name、 この曲をやってみようと思います。これ私もこのね、オーディション番組見たんですけど、感動して泣きそうになっちゃいました。なんだか知らないんですけどね、ものすごい魅力のある声と表情とこの曲調なんで、これウクレレでね、まあやろうと思うんですけど、これコード4つです。入門コード4つ、 C と Am と F と G7 でやりますっていうかできます。ただし英語ですけどね。はい。でもこれはですね、比較的英語の曲としてもデビューしやすいと思うんで、ぜひ皆さんこれ、ほんとなんかほっこりするウクレレに最適な、もう本人もウクレレ弾いてますからね。はい。ぜひやってみましょう。はい。いつものように2バージョン、最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにした、ガゼレレルオリジナル4つ弾き超簡単バージョンをやりまして、後半は、本人が、オーディション番組、そのアメリカズガッツタレントで出たバージョンを再現して、やってみようと思います。最後までご覧になってくださいませ。不意にお知らせなんですけど、今日、1月17日、新宿タワーレコード、新宿店ですよ。19時からガズレレインストアライブ、インストアイベントをやります。皆さんぜひウクレレ持って一緒に弾きませんか？もしお時間ある方、新宿来てくださいよ。待ってますからね。さあ、ウクレレで大好きな曲、憧れの曲、いつかは奏でたいなーっていう曲とか思い出の曲を自分で弾いて歌う弾き語り。これ最高なんですよ。ぜひ皆さん始めてください。音楽私苦手なのよね。楽器はね、私も無理というそこのあなた、ウクレレさんが助けてくれます。ウクレレ弦4つしかないし、ちっちゃいでしょ。もういつでもどこでも触ってられますからね。そうこうしてるうちになんかあれできたかなってなるんですけど、さらに今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見たらですね、この私が親切丁寧に分かりやすくレクチャーしておりまして、すぐに弾けるようになりますからね。ぜひ皆さん始めてください。 YouTube ですからね、いつでもどこでもスマホでも見られる、ちょっとの隙間です。このちっちゃいからパッとこう触ってね、はい。しかも無料ですから始めてください。ぜひとも、はい。じゃあここにリンクあります。ここのリンク先の初心者リストはここというところに行って、数字の順番通り、動画を見てください。そうするとあれ、私今弾けたんじゃないってすぐなりますからね。じゃあ行ってらっしゃい。初心者リストはここ行ってらっしゃい。クリック貸し。いってらっしゃい。そこにはすでに私が取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲が650曲ぐらいもアップロードされています。全部の動画はウクレレを簡単に弾けるようにアレンジしたレッスン動画になっています。洋楽はもちろん、ハワイアン、最新 J-POP、夏メロ、アニメソング、映画の曲、演歌、何でもありますからね。さっきのリンクはここのところの下の方に行くと、そこのジャンルボックスの中にいっぱい入ってるんで探してみてください。じゃあ、それでは行きましょうか。I don't know my name。まずは、シンプル簡単バージョンの方からやってみます。1、2、1、2。
はい、いかがだったでしょうか。シンプル簡単バージョン。今のバージョンはアメリカズガットタレントのオーディション番組に出た時のバージョンでやっておりますので、CD とはちょっと違ってますけれど、基本的なところは全部一緒ですんでね。CD バージョンでやりたい方は歌詞を書き出していただいて、参考にしてください。で、洋楽の時はですね、私結構この歌詞をプリントアウトして上に書いちゃうっていう、まあ、ことをやってるんですけれども、今日の場合、こういう洋楽の時はですね、実は動画のテロップを見た方がわかりやすい可能性ありますけど、まあ一応こんな風に書いてますということで、一応見せておきますね。はい。曲はさっきも言ったんですけど、このコードはさ、C と F と Am と G7、この超激烈入門コードでできちゃうわけですから、これはすごいです。しか本人様もこのキーでやってますからね。合わせられますよ。はい。で、まあざざっと見ていくと、こういうブロックが分かれてると思うんです。ここ最初の入りですね。ここが元気に始まって、ここでスピードアップする感じなんですよね。ここがなんかね、面白いところで、なんていうのかな、パートごとにテンポが変わるっていうか、そのドラマチックが面白いっていうか、自由だなって思いました。はい。なんていうの、テンポのコントロールも、演奏表現の一個の感じっていう感じで、まあ、いい例だと思いますね。そして、ここのところが一番難しいところですね、ここ。はい。ちょっと解説すると、ここは伸ばしてるんだけど、ここら辺まではなんとなくリズムの雰囲気ありつつ、ここのビーポーなんていうのが一個独立してる感じですね。 1,2,3,4,5 回弾く感じです。5回ですよ。で、ここは、まあ、サラサラサラと流す感じ。ちょ、ここ後でやってみます。はい。で、またここで、メインのところに戻るんですけど、ここは伸ばす。この2行は伸ばして、こっから4つ引き。まあ、今やったシンプル簡単バージョンは4つ引きだったんで、まああれなんですけど、後半のかっこいいバージョンは、メインのところ8ビートでやるんでね。はい。で、ここ、最後の盛り上がるところで、最後、Do find my way、チャカジャン、つって終わる感じですね。はい。やっぱりここがちょっと、おさらいしときましょうか。急におとなしくなるところ、ちょっとやってみましょうかね。いきますよ。あ、その前にコードの解説しとく？これ。入門中の入門コードも習ったその日に覚える4つです。C と F と Am と G7。このやり方は、実はさっきのね、ここにクリックっていうところにあったんですけど、まあ、今日は特別に、まあ、やろうか。C はここです。1弦の3番目。一番下の3番目。F はこことここの2個。Am はこの上の1個だけど、この指で押さえるといいです。なぜかというと F と Am ってこれだけの関係だから、F と Am。はい。で、G7 は今度 F のここを押さえたままこう、押さえる場所、こことここのここ、三角形。まあ、この辺のことをね、今これ4つの入門コードなんですけど、ガズレレではガズレレ必須コードという8個のコードのグループの仲間があって、それを最優先で覚えてくださいってことを提唱しています。まあ、この4つはすぐ覚えられると思うんですけど、ついでに、興味ある方、このガズレレ必須コードをマスターしてください。この8個のコードを覚えておくと、もう本当にガズレレ YouTube 並びに基本のコードになるんでね。私が以前解説しているめちゃくちゃわかりやすい面白い動画があるんで、ここに一応リンク貼っておきましょう。ここでコードを勉強してください。その中の半分、今日は C と Am と F と G7 でやってみます。はい。で、さっきのところに戻りまして、ここでちょっとそこのところやってみましょうか。この後ね、せーの、 I'm lost try and get found in a lost shadow、 ここで独立して一歩、ここ早い、 Please don't ask me any、 ここはなんていうかテンポに乗っ取ってるようで乗っ取ってないっていう感じですかね。結構ニュアンス雰囲気っぽい感じでだと思うんですけど、ここがなんか感覚的には難しいかな。あんまり感情できない感じっていう感じです。もう一回やってみましょうか。 1,2,3,4、I'm lost, try and get found in a lost shadow. People ask me any です。ちょっと難しいか。まあまあ、ちょっと掴んでください。前半はちょっとリズムがあるような感じです。One, two, three, four. I'm lost, try and get found in a lost shadow. この辺で伸ばす感じか。People, F は5回。People ask me any. はい。ここちょっと難しいかな。まあまあちょっと雰囲気をつかみながらやってみてください。で、これからじゃあかっこいいバージョンの解説は入るんですけど、ちょっとだけ今のパートのところで G7 一回入れます。ちょっと見てくださいね。I'm lost, jump, trying to get found in a lost shadow. ちょっとここ難しいね。もう一回ね。I'm lost, jump, jump, trying to get found in a lost shadow.全部弾きます。本当は伸ばすけど、わかりやすいように弾いてみますね。I'm lost, try and get found in a lost shadow.
こんな感じになりますかね。一回だけ G7 が入る。あとは、コード進行は一緒なんですけど、じゃあ、リズムの解説ですね。基本的には8ビートのシャッフルの8ビートって感じですかね。ちょっとやってみましょうか。I don't know my name.のんきな感じというか、まあ、ルンルン気分の8ビート、8ビートルンルンビート、まあ、のんきだからシャッフルですね。この8ビートの弾き方とかルンルンビートの弾き方とか、以前私が解説している動画、ここにリンク貼っておきます。これはですね、ウクレレでできるリズムの色々という私のホームページの1枚で、その中から8ビートで8ビートが分かった人は、ルンルンビートっていうところも一緒に見てください。そうするとこのニュアンスが分かると思うんで、そこでリズムを勉強してみてください。シャッフルっていうのはこう、ウキウキしてる。チャッチャッチャッチャってリズムじゃなくて、チャッチャ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 がシャッフルです。なんでこれちょっと跳ねてる感じ。跳ねてるリズムをうまく、跳ねてるリズムをうまくやるコツは、ルンルン気分でやることですから。体を揺らしながら体ごと持っていく感じ。はい。これを軸にやってみようと思います。で、さっきも言ったんですけど、パートごとにテンポが変わっていくみたいな、そういうイメージもありますんで、その辺のところも、まあ見ていただいて。ルンルン気分と、やってみようと思います。I don't know my name. Grace Van Der Waal. かっこいいバージョン。やってみる。1, 2, 1, 2, 3. I こういうバージョンやってみました。やっぱちょっとこのテンポのコントロールっていうかね、心のコントロールみたいな感じで捉えるといいと思います。あんまり決まりはないっていうか、緩いと思うんですけれども、ちょっとあとね、もうワンポイント。そのさっきの例の難しい伸ばしたところあったじゃないですか。その後のところで、ここまた最初のメインメロディに戻りますよね。伸ばして、これ4つ弾き、ここの行4つ弾きで、ここ最後すごく盛り上がる、気づくところね、I now know my name と、ここのところの感想で、4つ弾きから8ビートに変わるところが注目です。ちょっともう一回やってみようかな。そうですね。I'm just trying, just trying. 4つ弾きから、ここ、んじゃんじゃんじゃん、じゃんじゃじゃんじゃん、now I. ここから8ビートになる。このだんだん盛り上がる感じが、最後のやっぱワンバースはすごく盛り上がりたい感じ。まあ、この抑揚が結構、たった2分ぐらいの間にすごく詰まってる、テンポのコントロールと感情のコントロールがいろいろ入っていると思う。それを汲み取りながらやってください。まあ、英語ですからね、まあ、難しいと思うんですけど、まあ、なんかやっぱウクレレにすごくマッチするし、ぜひ皆さん。やってみてください。はい。本日は新宿タワーレコードでインストアイベント。ウクレレ持ってお時間ある方、新宿タワーレコード19時待ってますからね。さようなら。じゃあご案内どうぞ。ドン。ガズレレホームページドンご覧になってください。ガズレレホームページを見てくれたら、いろんな情報が出てますよ。はい。ホームページのリンクはここに貼っときますからね。見てください。必見。はい。じゃあ、ザザッと駆け足でインフォメーションさせていただきます。まずですね、ガズさん CD 出しております。これです。レッツゴー最高という CD。これ本に見えるでしょ？でも CD なんですよ。2枚。CD2 枚組。はい。2枚ついてるでしょ。
こっちはレッスン CD、こっちはちゃんとした作品としての CD、 これが弾けるようになるためにこっちでレッスンしてねっていう風にいろんなからくりがあります。でこれレッツゴー最高というアルバムで出てますんでね、はい。でこれがですね今年のテーマになって、これはですねなんていうのかな、みんなで歌うための曲という感じで簡単なんで、ぜひ皆さんこれ手に取って、でこの今の CD の曲全部 YouTube でもうすでに無料公開して、全部音源も公開してるんですけど、それを見て練習してイベントに来てくださいというのが、じゃあ CD のこと全部ここにリンク貼っておきます。 CD 関係見てくださいね。で、この CD イベント、レッツゴー最高のイベント、タワーレコード新宿店でインストアガズレレイベントをやります。皆さんウクレレ持って1月17日の19時新宿クラックスタワーレコードで来てくださいね。待ってます。入場無料です。はい、よろしくお願いします。でですね、これを引っ提げてどんどんツアーを回るんですけど、1月19日大阪花博記念ホール、翌日1月20日名古屋スーパードライやります。その時はですね、この見てください、このガズレレ歌のシリーズボリューム1だけど、ボリューム5のこちらの方の先行発売にもなってますからね。このボリューム5は今 Amazon で予約を受付開始してまして、1月23日発売なんですけども、予約の段階で J-POP ラン Amazon でベストセラー1位となりました。ありがとうございます。皆さん本当に大感謝。ボリューム5もいい曲いっぱい入ってますからね、皆さんもこれは間違いないやつですからね、ゲットしてください。はい、で、イベントの方もバーッと続きます。はい、広島、博多、その後もどんどん続きますからね、皆さんフォローしといてくださいね、よろしくお願いします。あとですね、ガズさん他にいろんな本を出してるんですよ。主婦の友社からいい本、ティットミュージックから教則本を出してまして、まあこれみんないい本ですね、ぜひチェックしてください。本などのこともホームページに書いてあるんでぜひ見てくださいね。そして今年の9月1日これ忘れないでね、日比谷の野音でガズレレやりますけど、皆さんステージ立てます、練習してどんどん練習してグループでやってください。詳細近日公開待ってますよ、よろしくお願いします。さあそれでは音楽で楽しい人生どんどんやっていきましょう。で弾ける人は教えてあげてください。ちょっと教えて、あとガズさんのガズレレ YouTube 見てるんで、それでどん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 ね楽しい仲間が増えますので、ぜひご協力お願いします。そういうわけで音楽で楽しい人生やっちゃいましょう。ありがとうございました。さよなら、バイバイ、チャオー。